通知が来たか来ないか。まずは人柱。なんか変な音してるの。はい、こんばんは。NCK さん一番ありがとうございます。こんばんは。すいませんね、遅くなっちゃって。実は今日ね、放送やる前に2件の廃村と廃学校行ってました。こんばんは、奈緒さん。こんばんはね。お疲れ様です。はい、マンさんこんばんは。はい、ケツさんこんばんは。レカラさんこんばんは。マトコさんこんばんはね。皆さん、まずはね、1件目ごめんすいません。で、今日のゲストは、はい、もう分かったと思いますけど、総帥さんです。はい、皆さんこんばんは。総帥同行のもと、心霊検証行ってみたいと思います。こんばんは、かなえさん。はい、ということで、今日ね、ゲストさんね、実は総帥さんと来てました。こんばんは、どうぞね。よかった、みきさんこんばんは。なので、総帥さんと、ハイソンと配送2件、しかも配送は熊注意です。はい、そうでした。そう、こんばんは。どうもね、皆さんいらっしゃい、来ました。やばいです、今気温5度です。寒い、寒いです、冷えます。5度です。そう、怖いよ。ここ人柱ですね。ここは人柱伝説。人柱伝説ですね。アマさんを見たっけ。アマさんが、うん、こんばんは。どうね、昔、うん、ここでここで堤防に人柱立ったら、うん、はい、こんばんは。すみません、こんばんは。結界が収まるよって言ったんだけど、うん、村人たちは。のみさんこんばんはね。皆さんこんばんは。何を土地狂ったのか、うん、その海女さんを。はい、こんばんはね。人柱にしまえっていう村人たちの会議で。やばいよね。そう。で、海女さんをとっ捕まえて。はい、こんばんはね。ずっと待ってた。ごめんなさいね。湖に沈めたと。湖沈めた。湖あるこれ。まあ、ちょっと冷え上がっちゃった。冷え上がっちゃいますね、うん。出てくるんじゃない。きみさんこんばんは。はい、こんばんは。ぼこさんこんばんは。寒い。ちょっとこっち側回ってみましょうか。ちょっとなんかこう家がいっぱいあるんでね、比較的。今日はね、長野県の軽井沢からおっと、あ、待って、なんか靴ったじゃないか。こっちって。はい、こんばんは、夏目さんこんばんは。はい、もこもこさん来ましたよ。こんばんは。あ、ここ回れるんだ。回れます。あ、じゃあここ行きたいね。車がちょっと通れない。ここでね、なんか危ないな。危ない。危ない。結構危ない、結構やばいよね。はい、こんばんは。でもね、いらっしゃい。ごめんね、皆さん挨拶できました。やばいです。こんばんは。マイナさんこんばんは。はい、どうも。ご苦労様と。お疲れ様です。お疲れ様です。寒いよね。寒いです。5度。え、何？今聞こえなかった？ピーって。ピーって？今なんかピーって言った。アマさんの例か。アマさんの例？今日ね、新しいアプリを。はい。この間池に落とした。うん、で今夜はね、ロングではね、あと2件だけなんですけどね、ちょっとね、時間的に、うん、ちょっと幽霊カメラで、うん、はい、こんばんは。なぜかというとね、その廃墟を言ってたので。そう廃墟がちょっと意外と時間がかかる。お、すごいすごい、いります。そう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 、これいいね。この間エンマダイオンのとこで、せっかく入れたアプリなんですけど、うん、こんなのあんの。ゴースト株、いますね、幽霊が。いるって。ゴースト、ゴーストって出てる。ゴースト。こっち？この辺いっぱい。こんばんは、どうも、ヤミさん、こんばんは。皆さん、こんばんはね。で、キャプチャーしますか、これ。うん、これ、iPhone もあんの？これ、多分あるんじゃないかな。今度教えて、ちょっと後で、ね、ちょっと。うん。最近寒いよね。ミントさん、こんばんは。なんとここね、5度です。今、工事中なんだね。この音、ハイテク。ハイテクですよ。取れたやつ、ちょっと見てみようか。うん、間に合ってよかった。ごめんなさいね。いらっしゃい、しんごさん。ハイテクですね、これ。人柱伝説。キャプチャーしたのどこ行っちゃったんだろう。湖あるのこれ。あるね。この湖のとこに、人柱が立てたらしいですね。はい、アシーさんこんばんは。ナナさんこんばんはね。タイさんこんばんは。ジェイさんこんばんは。ここに、とりあえず今、うん、ドルさん、これでゴーストって今、探知したんですよ、ここに。うん、ここに今立ってたんですよね、この辺。いたんだね。工事中、なんかね。やっぱ、うん。何、こう見る限り、うん、何も。何も。何もない。何もないよね。そうなんですよ。そうね。ゴーストって出てるんだよね。ね。うん。はい。こんばんは、杉本さんね。
はい、そうですね、こんばんは。はい、どうもこんばんはです。寒い。定期的に、ゴーストカメラ回しましたんで。ね。これ何の工事なんですかね。護岸工事かな。ね。撮ってるもんね。そうですね。あ、お久しぶり、フリスさんね。はい、お疲れ様です。そうですね、バケタン、ケツさんか。あ、バケタン、あれだ。車の中置いてきちゃった。俺持ってる。あ、そうですか。バケタンか。落とすとやばいと思って。そうそうそうね。体調大丈夫ですよ。うん。ただね、今日もすごいとこ行ってたんでね。ね、もうすごいよね。やばいよね、一瞬。うん、俺首つってんのかと思ったの、最初の時。ライダーシューズはちょっとびっくりしたな。ちょっとあの背景はちょっと怖かった、ね。怖かった。しかも入り口のとこ、熊看板だもん。はい、あ、これ赤だ。赤。やばいでしょ、やっぱりここね。俺の思った通りだ、ここ赤、うん、赤赤電車通ってる、電車通ってますね、うん、やっぱ赤だよ、人柱やべえ。だってもうすでに廃墟じゃないよ、ここ工事中みたい、うん、ゴーストカメラ検知してて、ここ来たよ、赤一発目、廃墟一発目放送で赤とはやばいっす、やばい。もう一度やってみようか。あの赤になるときわかんない、間があるの、こう消えるんだよね。あ、これ違うかな、これ違うな、緑だ、緑は通常でしたっけ、通常っぽいんだよね、多分ね。はい、あれなんでバケタに顔認識が出たんだろう。そう、はお腹空いたなんでバケタ、おじさんこんばんは、皆さんこんばんは、怖い緑、赤緑ですね。バケタンに顔認識ってな、やばいよねどういうこっちゃ。はい、カレさんこんばんは、ソースさんこんばんは。はい、どうもこんばんです、はい、ハードですよね、今ね、3件目なんですよ、だからなんか、ちなみにちょっと廃墟探索をしてから、うん、そうそう、はい、いる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 、ソースさんこんばんは、はい、皆さんこんばんはね、メスパンさんこんばんは、やばいやばいやばい、いる、ここいる、やばいやばい、今ここ、うん、ヤギさんこんばんは、ね、ケビさんこんばんは、あ、いるいるいる、いる、ワンさんこんばんは、キャプチャーしよう、キャプチャー、こんばんはね、ヤスコさんこんばんは、はい、藤井さんこんばんは、ね、はい、そうですね、こんばんは、今日も楽しそう、やばそう、やばいね、よし、これで撮った、で、今ちょっとキャプチャー見せます、うん、今日コンビ、そう、今日コンビだ、コンビですね、今日誰にも言ってませんからね、言いたくても言えなかったですねとりあえず、今日は何しましたか、セグさんこんばんは、とね、大丈夫ですか、消そこ見やすい、うん、今来ました、SE さん、そろそろ終わりって今始めたね、ここだから、うん、ここに、はい、バケさんこんばんは、久しぶりとね、これ、拡大できないかな、そこで、ソースさんここカメラ押せる、ああ、ごめんごめん、カエさんこんばんは、はい、なんだろう、どこだろう、ここに顔があるね、いるね、ほら、ここに顔がいる、いるいる、顔がこう映ってんだ、顔認識してるんだよね、これこの辺に立ってんだ、人柱だね、立ってるから、そこだ、ちょっと弱いライトにするからね、そうですね、うん、ちょっと雰囲気だ、あれこれちょっとあんまり放送中にピピピピってうるせえと思うからさあんま頻繁にはできねえんだけどこの辺でいいよね、十分だね、うん、あ、いるな、そう、これ後でツイッターでアップしよう、アップだね、何これ、え、勉強、勉強です、ここか、いるの、ここだ。もう写真撮ろうかな。せっかくだから写真撮ったのよね。ええ。ここだ。ちょっと待ってね。ここにいたのかな。通常のカメラで。やばい予感。ん？マジックさんこんばんは。弁当じゃないの？あ、違う。調整室ですね。調整室ね。ええ、まあちょっと。やばいね。こんだけ。あれ、さっきこの間の閻魔大王の時なんて、うん、なかなかゴースト、フェイスできなかったんですよ。うん。あの、池に、わ、行き、わたって落とす。高い。もう800ぐらいあるよ。800ぐらい。800？ もういきなり800とかでしょ。やばいっす、やばいっす。800だよ。もういきなり。うわぁ。もう800。もう800か。うわ、動かないよ。これ以上。やべぇなぁ、うん。ね。
はい、小屋さんこんばんはとかね。はい、やさんこんばんは。え、聞こえた？ん？今ふーって。あ、マジで？今聞こえたでしょ？ちょっと飛ばしてやなってやったってことか。甘さんがここで水がだいぶ引いちゃってる。でもふーって聞こえたよ。もやっぱり、ね、まだだよ。いるんだよ。この辺りずーっと行ってたんだけど。そう、やっぱ人柱だな、うん、やっぱりここ。まだ消えた？だって怨念は、うん、消えたとは書いてなかった、ね。そうそうそう。まだ続いてると思うよ。怨念が少なくなったって書いてあるんですよね。匂いしないけど、なんか今ね、ふーってなんか聞こえた。ね、聞こえた？今聞こえなかった？ふー。はい、岩田さんこんばんは。やばい、ちょっとさ、ここの曰くをちょっと皆さんに、何だろうって、ちょっと重複しちゃうんですけども、うん、私はちょっと動画開始した時に、怖いね、その昔水がだいぶはげてるから作業用のため息として作られたが、うん、結界が開いて、はい、そこに通りかかった旅の2艘が堤防に人柱を立てると結界を収まります、うん、と言い残し去っていった。来ました、村人たちは人柱になるものが、ヤミさんが今ね、ええ、ここに立ってるとこはちょうど人柱になって。あ、そうなんですか。なんか言ってるよね。ちょっと怖いな、うん、とりあえずなんか村人が、あの、ダムじゃない、これダムじゃない、あの貯水庫みたいな。アマさんをね、ここで、ソースさん今日ね、見てください、この感じがマイク、そう、すごいですよ、そう、今日見てください、これ、これあのオーディオテクニカル、オーディオテクニカルです。そうね、僕プレゼント。そうです。あのクリスマスプレゼント。クリスマスプレゼント。ちょっと早い。早い。もうこれで本格的でしょ、機材。もうすごいですよ、ビデオカメラも撮れます。すごいですよ。やっぱりいるよね。いるですね。ふうってことね。あしげさんこんばんはね。よろしくいらっしゃい。はい、サンダさんこんばんはね、どんどん。あれだな、ここでちょっと供養塔とかね、ちょうど立ってたんだけど、うん、民間とかだったから。そうなんですよね。で電気ついてたからちょっと撮れなかったんだ、写真は。うん。そう、モフモフしたいでしょ、ほらこれいいやつですよね。そうそう、使ってもらうと思って。そう、これ今最近僕使ってないんで、これであの、うん、雑音をカットできるんで、これでね、もう指向性マイクです、これ風の音、うん、プロです、ね、あ、皆さんどうもありがとうございます。今さっきのフーってなんだろう、いるっすね、ここ。山さんを沈めた、あまりさんここね、うん、ちょっとここにあのもう一回幽霊カメラを、そう、モフモフハイテクでしょ。もう時代はもう豊富ですよ、うん、よかったね。水がないんだね、今ね。はい、ヤミさんこんばんはね。キャプチャいる、います、いる、いるって。キャプチャー、キャプチャーこんばんはね、どうもね。そう、皆さんこんばんはね。チームチャタイムの気温5度です。今季一番の寒さです。うん、なんか聞こえたんですか今ね。さっきね、ちょっとまあ5分前ぐらいだけど、その辺りぐらいでふーってなんか女性の声が聞こえたんだけど、あ、ダメだ、ちょうどうまく撮れなかった。ここはね、女性の霊が出る、あの人柱になった女性の霊が出ると。アマさんだよね、アマさんを、アマさん、ね、村人たちが、まあ、無理やり沈めたっていう、ですね、うん、そう、こんばんは、ね、提案したのがアマさんなんだけど、うん、アマさんが村人たちに、じゃあお前が人柱になれって言って殺されちゃったっていう場所なんですね、うん、怖いよ、ね、なんか喋ってない、なんか言ってない、なんかお経みたいな声、おい、やべ、聞こえるよね、なんか言ってるよね、うん、なんか聞こえてない、なんか喋ってるね、お経みたいな、うん、これやばい、やばいですよ、ここ本当に。何ね、なんかね、喋ってるの怖いの、あの稲川さんの話で出てくる樹海 の、うん、あの独協みたいなのが、うん、そう、ね、やばいよね。ちょっとまずちょっと時間かかんないんだけどね、ちょっとここはちょっと少し長めにして、そのね、あの次行くとこがいわゆる殺人事件があって、過去に幽霊騒動が起きた、今から51年前、50年前ぐらいかな、うん、ね、お化け出て新聞にも載ったというところにちょっと行ってみようかなと思ったんですね、うん、そこを結構見たらしくて、実際その事件があって2年後に、まあ、あの亡くなった女性の遺体は発見されたんですけど、もう顔は腐っててね、発見当初こう、ね、警察の方が
ね、遺体を訪問引きずり落とす時に首がもげたということですね、うん、はい、小林さんこんばんはね。そう、なんか言ってるよね。やばいっす、マジでやばいかな。なんか言ってるよね。なんそうそう、何言ってるか分かんないんだけど、そんな感じで、なんかお経みたいに流れてる。ここやばい、ここちょっと。あ、やばいっす、ちょっと写真撮ってみようかな。なんか言ってるよね、この辺り。やっぱお経流れてるよね。お経流れてるぞ、聞こえてくる。うわ、900だよ今。900、これ1000、1000超え、こっちに向かってレーハが強くなってるんだ。そう、これ落としそうだから、ちょっとやばいです、俺と同じの。落としそうだから、ちょっとしっかり持ってないけど。あ、今ダメだ。やばい、言ってるよ、ちょっと待って、言ってるよ。マイクに入ってるはずですね。なんか聞こえない。聞こえる。落としそうだからちょっとやめとく。これ落としたら取りに行ってるね、これだったら。なんか言ってない。あ、せいじさんこんばんは。どうしたの、せいじさん。はい、ありがとうございます。ねえ、みさんね。みささんこんばんは。なんか言ってない?多分ね、あずいもね。ありがとうございます。なんか言ってるよね。なんか、独協みたいなのやっぱり。無音?無音?今聞こえ、来ました。はじまりさんこんばんは。無音?いや、ほんで。なんかね、なんか女性が喋ってるのかな。音が聞こえない。なんかね、言ってるような感じがするの。なんか言ってるよね。そう。なんかお寺じゃないんだよ。人柱なんだけど。よし、赤外線モード、うん、オンにしてる。聞こえない?なんかね、うっすらだよ。うっすら、ほんと薄いんだけど、言ってるような感じがする。これ水の音なのかもしれないけど、なんかその重点の音聞こえる。なんかそれに混じってですよね。なんかね、そう、なんかそうで、あーみたいな感じ。あーそう。わからない。あ、やばいやばいやばい。ちょっと離れた方がいいよ。聞こえる。聞こえるよね。こっち、あ、こっち側になると聞こえないもん。言ってるでしょ。聞こえない?女性の声言ってる。さっきね、女性の笑い声聞こえたんだよな。ここも行けたんだよね、昔は。あの、こう、おい、どんなって今。そう、やばいじゃん。何?こんにちは、どうもね。あ、どうも、聞こえるな。聞こえない?イヤホン充電し忘れた。ノイズ?なんか言ってるような感じするんだよな、まだ。どんって聞こえた?静かにして、はい、喋るのやめます。じゃあ放送終わりです。ありがとうございました。さよなら。ここだと言わないね、うん、やっぱなんかそこだよね。そっちですね。なんか聞こえるよね。こんばんは、ママさんね、いらっしゃい。でも聞こえた。アブレスのこのままで、エスコさんこのまま電車走ってる。うん、で何分間だけ喋るのでしょうか。あ、じゃあもう、何今だと、ポーンって、電車これ。今電車いたね。電車通った後にブレーキの音すかね。クラクションじゃない。警報器。警笛の音。警笛。わかんないけど。やばい、お茶みたいに聞いた。マジ?やばいんちゃうこれ。電車か。今は多分電車かもしれない。電車の音ですよね。うん、多分。ただね、ここの温度、音と、こっち側向けた時の音が全然違うの。言ってるよ、やっぱり。これなのかな?この音なのかな?これの中に水が通ってるの分かるんですけど。うん、下に向けるとすごい聞こえるのかな、これ。ミーンとかなんか今。ほら、言ってるよ、お経だよ、これ。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。この音となんか。聞こえるでしょ?ちょっと静かにしようか、じゃあ。ちょっとさ、2分間ぐらい静かにしたら、皆さん聞いてください。じゃあ、行きます。はい。22分までね、スタート。はい、こんばんは。
はい、じゃあ皆さんありがとうございました。ごめんなさい、ごめんなさい。なんかね、下の方で怪しいよね。ここ水なんだけど、ここの辺からこう、なんていうの、ふーってなんかね、吹いてる感じがするんだけどね。そう、なんか機械音、わかんないんだよ。水の音かもしれないけど、でさっきなんかあの辺でね、笑い声聞こえたからね。言うた、皆さんいらっしゃいますね、どうもね。ここ女性の霊ってことですな、ここまそうだから。この間俺な、人柱も結構行ってるけど、やっぱ一度も長いからね。新潟の人柱は、実際に昼間行って、本当骨があるの見たのよ。リアルな、お坊さん。あそこはかなりやばいと思う。こんばんは、ね、猫さんいらっしゃい。わからなかった。そう、わからないかもしれないけどね。ただちょっと怖いね。あ、ブラックさんこんばんはね。新潟？そう、新潟行ってきたんですよ。人柱の有名ですよね。昔に新潟行った時にちょうど昼間時間があったんでね、行ってきたんですけど、中空いてるんですよ、昼間。雨？来ないよね、来ないよね。なんか続かなかった。マジごめんなさいね、本当に。さっきの上、あ、じゃあバケタもう一回行ってみようか。ちょっとね、バケタの出すの大変だな、なくしちゃ困るから。そうなんです。そう、商売道具だからね、なくしちゃうと3000円だからね。こういう水バケはちょっと、あれ、なくなった。あれ、バケタンないけ、あれ、雨、いや、雨は降ってないはずですけど、あったった、危ねえ、危ねえ、落とさないように。あ、これは赤だ。違うか。あ、青だった。これやばいね。ブルー、ね、なんか言ってる、喋ってんだよな。うめき声っていうか、ね、薄い青、そう、薄い青。これ薄い青。緑だ。こんだから池の中って歩けないですかね。いや、これやめた方がいい。やめたほうがいい。底なしじゃない。あ、沼になってるからやめた方がいい。たまたま今浮き上がってるだけでやって、この辺まで行けるけど、こっからもうやばいだろうね。ズボだろうね、多分。ちょっとあれだね。てかこれ登れなくなっちゃうよね、多分。そこ高いよね、これね。あれ、今なんか人、黒っぽい顔動かなかった、そこ。スッて今一瞬動いたの見えたんだけど、気のせいかな。そう、今日はね、ソースさん、はい、コラボというか、もうね、コラボじゃないですよ、ね、コラボじゃないですよ。そう、もうこの、僕はもう撮影班なんで、撮影班なの。あのね、もう仲間ですから、コラボじゃない。そう、ちょっとなんか雨降ってない、ポツッと。雨降ってますよ。ちょっとなんかポツッと降ってるかな。そう、雨降ってますか。やばいよね。5度だよね。5度。はい、そうですね、こんばんは、こんばんは、六角人さんが。あ、どうも、はい、こんばんはです。何かしゃべりかくんだよな。ねえ、この人いけるかな、いけないかね。ちょっといけないからね、これじゃいけないかな。こっち戻って。今どんつったでしょう。俺今今日は全然こっちにどんどんあった。マジここいるんで、どんって。さっきも言ったの。いや、俺全部ダメ。うめき声が気になってしょうがなくて。さっきの、そう、やばいよね。さっき言ったんだよな。こっち蓋が荒れてるもんね。これドラム缶の蓋が荒れてたから、ここがやばいんだ。踏み入れるけど全然違う。電車が走ってるって言って。電車走ってるよね、この上走ってんだ。見えた。あー、見える見える。あー、あるね、あそこね。これ道になってんだね。ここは、でも池から外れちゃうんだよね。そうでもちょっと行きたいね。なんか下がれてるから、ちょっとなんか、ほんとため息で、これやばいかも。なんかほら、霊界の入り口って感じ。
ばいかも。ブレーキの音かな、電車の。さっきのね。うん、こんばんは、どうもね。うん、本当にね。耳鳴りもしたし。ね。なんか乱れてる感じがするな。こういうのが。これも野球場。野球場？あ、これ電車があるんだ。これ電車がある。あ、全然空気が違う。あ、これ野球場です。野球場だね。でも戻ろうかね。うん、なんか全然空気違うね。シーンとしちゃってるね。ちなみにこの辺りクマ出ますので、ね、そうですよね、うん、クマがこう、クマの本当はあれですね、皆さんこんばんは。苦しいんだろうね、ほら、鈴鳴ってるの分かる？これクマよけです。クマよけ一応ね、ポケット入れてるんですよ。工事を終わらせてほしいですね。ね。いや、ほんとガチやばいんで、ここほんとクマ出るんで。さっきお猿さん見ましたね。お猿さん見たからね、リアル。なんか、うん、そう、なんか騒いでる。なんかクマかと思ったら、違ったお猿だった。はい、こんばんは、チャンネルさんいらっしゃいですね。今、クエスターどうぞね。そう、クマやばいね、ほんと出るから、やっぱり結構山奥してるんですよ。なんかゆっくりじゃない、クマ。なんかあれめちゃめちゃゆっくりじゃない、あの車めちゃめちゃゆっくりじゃない。車がなんか見てる、うん、こっち見てる。めちゃめちゃゆっくりじゃないこれ、うんうん、何してんのかなと思って。耳がなんかすっごいなんかおかしい、うん、なんかおかしいよね。やっぱそこだろうね。クマ、トツじゃないと思う。止まっちゃったよ、止まっちゃったよ、止まってるよ、止まってるよ、止まってる。何なのこの人。向こう行ってみようか。止まってんだから。不審者。不審者。超不審者ね。パトロールですか。パトロールかな。俺もこっちもパトロールだ。やべ来たって行くかな。レジャーすごい通ってんね、本数ね。ね。ね。あ、ここなんかあれじゃない。ここ。慰霊碑がありました。あった？いや、ないですけど。何か。この辺りなんか。逃げた。見てた。見てた。いや、来られたところ逃げた。なんかあるよ、なんかあるよ。うん、ほら、あるよ。なんかあるよ。ロータリーの森って書いてあるけど。なんかあそこに慰霊碑みたいな。ほら、ほら。あ、なんか書いてある。なんか書いてあるよ。ロータリークラブですね。ロータリークラブか。うん、ねえ、歴史って書いてある。ああ、ロータリークラブの歴史か。これは、慰霊碑じゃないんだ。慰霊碑じゃなかったですね。なんだろう、ロータリークラブって。あ、ね、ロータリークラブってあの、地元のああいう。ああ、そういうやつのね、うん。50周年のね、ロータリーの森だった。すげえな、荒れてると。荒れてる、荒れてる。こう道なの。歩きないよね。変なの、うん、あれがついちゃうし、やめとこう。これです。撮るの大変だからね。大変ですよ、うん、ここはもう別にどこ、あの関係ないね。呼んだら池の方に。池に引っかかった。行けたね。そう。あー、ついた、ついた、ついた。おっ、いっぱいついてる、ソースさ。うわ、俺もすげえついてるわ。見て見て見て、これどうぞ。やばいんだけどね。ソースさん、ちょっと取る。マジかよ、これ。取ろう。ちょっと取ろう。うわぁ、俺もすげぇ。あぁ、これ取れねえんだよな。
なにこれ、なにこれ、いやこの時期ついちゃうんだよね。そうだよ、これ最悪、最悪だよもう。あ、こういうとこ 入ってくともう最悪だよこれ。ソスさんやばくないそれ。これ過去最大級ですよ。最大級だよ。俺もやばいもん。これでこれでくっつくんだよ。やばい、ちょっと待ってね。ナイロンズボンでもこれ無理です。すごいそれ、ソスさん取るの大変。いや一瞬ヒルかと思っちゃったよ。ヒルはこの時期いないから。俺もついてたよ。やばいよ、ほら見てよ、わかるこれ。おお、結構最大級ですよ。最大級だよ。俺のがまだ少ないけど。ナイロンだから。ああってこれ。こっちがついちゃってる、こっちが。マジか。こんな、なんでこんなつくのこれ。ちょっと待ってね。当たり前か。当たり前だ。いや、うち飼ってた猫がこういうのよくつけて帰ってきたんだけど。あ、猫は気にしないけど。すごいよねこれ。ちょっと待ってね。すごいでしょ。うん、ちょうど。もう最悪。わかるこれ。さっきのあの草むら入ったから。あれだね、さっきのだね。あの廃村？いや廃村の時はついてなかった。ついてないよね。うん、今のとこだよね。これ大変なんで取るのも。まだ俺の方がいいけど、そうするとやばいよ。全然取れてないよもう。なんか、ま、模様が変わっちゃった。これ一回これズボン入れないの？自分で下ね。入れないんだ。ないよ。桃引きだけなんだ。ガムテープないよ。ガムテープとか。いや、なんもないですよ、そういうの。ないの？想定してなかった、これ。ちょっと待ってよ、これ。うるさいね、ちょっと死んで廃してないのに。ちょっとゴミ掃除しちゃってますよ、今。鼻水で。最悪でしょ、これ。まだあるんです。うわ、すっごいな、これ。プチプチつけてる。今も。そうだよ、これ車ついちゃうよ。いやもういいっすよこれ。もう無理っすよこれ。自然に取るの待つしかないっすよ。マジコンビニ行けないよ。どこ行ったとこの人たち。なんて靴まで。靴までだよね、すごい。そうっすよね、ちょっと見てね、ちょっと分かる。こんなですよもう。いや、まあ、俺はまあでもだいぶ取れたね。だいぶ取れたです。もういいや、これで。マジ、後ろすごいよ。なんかすごいよ、そのさ。ここ、入ったら種みたいについちゃって。今のとこかな、ここかな。ここですね、これは。ここかな。そうだね。ちょうどあの、車のとこにあれバケタンあるから、俺もバケタン持ってこい。ちょっと待ってみましょう。これいい？最悪、ちょっと取っとっていい？マジかよ。チクチクするの最悪だよ。笑った、笑わないでよもう。最悪な、いてててこれ、いてんだこれ。またなんかこんなひどいとは思いもしなかった。俺はまだいいんだけど、そうするのがすごい。まだ俺甘い方。ほんとやばいから。何これ、いいことするの。これでだいぶ取れたんだよ。これまあはたいたらいい、はたいたら。そっか、はたいたら取れる、簡単に。ああ、そうだ、取れるでしょ。取れるでしょ。靴がすごいよ、そうさん。もう靴はもうこれ過去最大級ですよ、こんなつこれ。はたくと結構取れてるの、簡単に。弱点ははたく、こいつの弱点ははたく。よし、いたろこれで。俺もうすぐ取れそう、全部。いや、これがヒルじゃなくてよかったっすよ。いや、ヒルいるかもよ。いない？ヒルね、うん、この寒さじゃ活動できないって。あ、多分ね。これ最悪だよね。これ洗濯機回せねえもん。あ、こんなだと。あ、やばいと思う。いや、もうこれは出た。クリーニングだ。クリーニング。うん。が最終廃棄処分。あ、俺ズボンなくなっちゃう。もう最悪だね。ちょっとごめんなさいですね。まさかのね、これですよ。まさかこんな、俺気づかなかった、全然。え、こんなついてたんだ。わ、すげえやろ、お前。まあいいや、これもこれ以上取れない。プチプチは。まあこれもなんかファッションだと思って。マジ？いや、なん
かあのハーパンの方がいいんですよね。ああそうね。これでもついちゃうもんね。靴紐にもついて。そうそうつくんだよ。結構つくよ。ふざけんなと思うよねこれね。なんか一度気になると気になるよねこれ。そうですね。そうなんか気持ち悪いんだこれ。もうちょっと取れる。俺はやっぱりナイロンズボンですね。俺ナイロンズボン持ってねえからこのいつものアディダスのね、俺安いやつ買ったもんね。これ用に痛いんだこれ。また当たると皮膚に。上はナイロンジャンパーなのに、うん、俺上ダメなんだよ。でもだいぶ取れたな。いや、なんもしょうがない。取れない、これ。取れない。ガムテープがね、取れない。いや。ガムテープだね。そのうち歩いてるうちに、歩いてるうちに、自然と。取れたかな。だいぶ取れたでしょ。これで俺が種を運んであげると、そこに作物が育ちます。シュシュシュを運んで。よし。OK。はい。何の種かわかんないけど。はい、すいませんね。すいませんね。はい、はい、俺もバケタン取ろう。バケタン鼻水出てきた。すんげえ寒い。もうね、最悪よ。まだちょっと気になるもん。もこさんどっから結構遠いと思う。まだ。あ、ケツについてるぞ。あ、こんばんは。なんか触るとなんかチクチクする。どうぞ。神奈川じゃないよ今日は。結構遠いもんだってね。2時間以上かかったよね。上使ってさらに峠越えて結構な距離だったの、うん、寒い、うん、遅れました。ケツだよケツ。もう人柱伝説にやられたわ本当に。うん、遠い、でも遠いしたら、まあ近いしたら遠い。難しいとこなんだよね、位置的に。うん。チクチク返してんだよ。大丈夫？そうです。あ、まだあるな。まだある。ついてるな。まだなんかついてそう。何だ？あ、少しあります。ゲミさん、すいません。どうもありがとうございます。あ、本当だ、ありがとうね、どうもね。村上さん、カフェ、カイロ、ありがとう。鼻水すごいよ。バケタン。バケタン。はい。動画さんからいただきました、バケタンを。バケタン。ブルーは安全なんですよね、ブルーは。今ですか、ドックさん。今ね、人柱のところにいます。ここからすぐそばに、その、なんて、幽霊騒動が起きたところの、まあ、被害者の墓地があるんですけど、ここはちょっと行かないですけど、今回は。墓地は入れない。墓地は入れないんでね。うん。長野県じゃないね。そう。まあ、長野県に近いかなって感じ。まあ、近いっちゃ近いし。近いっちゃ近いね。うん。はい、ご苦労様ね、お疲れさんの方もね。藤川の人柱があんの？あ、ココさん、じゃあツイッターで教えて、それって。藤川の人柱。うん。じゃあ、どうぞ、今度行きたいね。そうですね。うん。あ、鶴さん、お疲れ様だと思うね。お疲れ様でーす。はい、こんばんは。リズさんね、どうも。ここは人柱ですね。まあ、なんか雨降ってきた、やっぱり、ちょっと若干ね。うん。はい、こんばんは、どうもね。スーさん、どうも。ね、スーさん、こんばんは。お疲れ様です。すげえ、もわってるね。なんて書いてある？なんかエラーが出しました。なんだ？ん？なんか言うか、おかしいな。あ、ヨッシーさん、いらっしゃい、どうもね。はい、こんばんは、どうも。皆さん、今日から3連休ですか？うらやましい。僕は2連休。
なんかまあついてるし、もう最悪。なんか気になると気になるね。なんか俺もあとちょっとで取れるから。なんかソースさんみたいになっちゃうとなんかもうどうでもよくなっちゃってあるよね。やっぱりね。俺はもう無理だ。でも取れた方だよねこれね、うん。だいぶね。なんか気になっちゃうんだよな。あだいぶ何年経ったんだ。なんか写真撮るな。いやなんか間違えておっしゃった。ため池危険。やっぱこれ危険なんだよ。いや明日仕事。バレた。はい、長島さんこんばんは。今人柱の池ですね。これなんて行く？で、外でこの下履いてないんだって言うから。そうこの下は、ね、ちょっとやばいから。うん、あの桃引き履いてます、うん。誰かズボンを差し入れて。私の仕事。ごめんなさい。ありがとうね。本当仕事ね。お疲れ様です。今週見てる？もう今週は今日しかないんだけどね。日曜日ちょっとね。ヒカルさんこんばんはね、あの行けなくなっちゃったからちょっと月曜日に行こうかな、次は月曜日ちょこっとだけね。あれなんで俺ツイッターができないの、うん、これツイッターできないの、なんでバグった更新入ったこれ、うん、あ、おやすみなさい、どうさんね、あれの物引きでやばいじゃん、それじゃんね。ツイッター更新入ってるな。入ってる、あ、画像が変わってる。あ、すいません、ヒマさん、スパちゃんね、ガムテープ温かいの買ってください。ガムテープ買いますか、後でコンビニで外さん取ってあげなきゃね、ちょっとこれちょっとかわいそうだもん。ガムテープだったら取れるでしょ。ガムテープだったらそうですね。ね、そう。何これ、なんか変わってるっしょ、形式が。ツイッター？うん。とりあえず今ゴーストカメラで撮ったやつを、うん、前入ってね。うん。スパチャありがとうございます、どうもね。とりあえずこれ、なんかでも声聞こえるな。すげえ静かになったよね。シーンとしてるよ、ここ。はい、どうもね、こんばんは。多分いらっしゃい。何映ってるかよくわかんないけど。福田さんこんばんは。はい。エコさんこんばんは。うん。ね。はい。コウシさんこんばんはね。風邪気味。そう、なんか鼻水出てきた。寒いんだもんだって。寒いし、5度ですからね。今もう5度以下になってるよね、絶対。4度とか、今季最大の寒さだよ。うん。あれ、ツイッターなんか更新入ったな。なんか、形式変わってる。嘘？うん、なんか。こんな画面ちっちゃくなかったですもん。マジ？あれ？逆か？合ってるね。ほら、どうさん、さっきゴーストカメラでさ、うん、撮ったのがこの辺に。あ、なんかもがってるよね。顔が、顔みてえのが。なんかいるね。もうちょっと拡大するか。これ以上拡大できないのか。こっちで拡大するか。拡大すぎた。あ、でも大丈夫、顔見てんの。ほんとだ、なんかね、まあちょっと、ちょっとね、顔かな、うん、透明だね。ただなんか、うん、あ、今日満月なの。満月見えねえけど、曇っててこれ、うん、だからもう、あの、ね、亡霊かどうかわかんないですけど、うん、まあ、森のせいかもしんない。やばいね、森の精霊かもしんない。いそうだよね、顔やっぱり見えます。あ、ゲーセンから返したの？お帰りなさい、どうもね。で、うん、で2枚目が、うん、ちょっとこれ、暗くてもう全然わかんないですけど、ここにいたっぽいんです、うん、さっきの。ああ、なんかね、赤くロックしてるもんね。うん、そう、ロックして、うん。ゴースト、ゴースト、ゴースト。すごいね、これ 3G になってるの。ね。ベベベベベベって。あ、ほんとアームさん、ありがとうございますね。満月、今日満月なんだって。でも、月見えないよね。なんか雲が、今日見えないでしょ、あんまり。うん、あ、これね、ナッシング。うん、いなかったと思う。いなかったね。ここにはいなかったんです。ここにはいなかったんですよ。うん、あ、じゃあ、いたんだけど、うん、うまくキャプチャーできなかった。逃げられたんだ。そう。うまくできなかった。3D。そう。最新兵器です。最新兵器です、僕の。うん、これをやってて、閻魔大王様のとこで、落としちゃったんですよ。前の、あの古い方のやつを。やっちゃったらしい。やっちゃったんですよ。ここも危ないからね。こうやって持ってて。危ないよね、こうやってね。滑っちゃうね。あーって言ったら、ヒュッて落ちて、バシャーンって。最悪だ。最悪ですよ、うん。せっかく新しいアプリ入れたのにさ。ね、本当だよね。まあ、こっちでまたアプリ入れたから、うん、まあ、動画の時用しか使えないですけど、まだ今、携帯がもう一台ないんで。え、そうなの、急に切断されて、ちょっと見てもらった。冷笑かな。ええ、でも絶対あそこのとこいるよね。聞きますよ、あそこね。あそこ。なんかここやばそうだね。ね。こういう時に限ってね、変な叫び声が聞こえとか、うん、ビデオカメラ回すとか。さっきね、笑い声、これ聞こえたんだよ。この辺で。ちょっと怪しいんだよね、ここ。この辺が。
いっぱい飛んでる？悲しい？悲しい？うん。悲しい？いた？悲しいいる？なんかこの木怪しくない？この石がなんかが、ほら、見て。無造作に置いてあるじゃん。この石に2つだけ2個並んでんの、そうそう。思ったんだけど、ほら、ここに石あるじゃん。石が、ね。でも、そこの石が2つ並んでんの。ほら、そうです。ここに石があるじゃん。うん、なんか2つそこに。あら。なんか怪しくない？なんだろう。普通のここが置くよね。うん。なんだろう、これ。そこがもしかして、ここ？ここ？現場？大丈夫？うん。あ、本当よかったよかったね。ごめんなさいね。でもね、人形じゃないよ。人柱伝説。人柱ってわかる？皆さん。簡単に言うと、生きた人をそのまま埋めちゃうと。そう。うん。それで、昔の人っていうのはそういう言い伝えを信じたのね。そうすると、その反乱が起きなくなったとかね。そう、生きたまま入れて。まあ、いわゆる生贄ってやつだよね。昔あったの、すごく。それで人柱伝説。って言われてるね。もう一回ゴーストカメラってやってみるか、うん、首吊りじゃないで、もうそのまま村の人がこう生き埋めにしちゃって生きてもらうね、うん、人を犠牲にしてそう上があったのね。こう石の上のちょっとね離れてると思う、うん、立ってみる、立ってみない、立ってみない、あ、すいません、こんばんは。そうですね、こんばんは。うん、音楽で例の声が何も聞こえないですが、いつも音楽かけてないよ。音楽かけてないよ。かけてないですけど、いる、うん、ですね。いるって、いっぱいいるって、うん、石はね、あんま良くないっていうよね。なんかたたられてるとかあるから、まあ、僕もまだ死にたくないので、ね、触らないです。そう、埋まってる可能性はあるよね。ないとは言うけど、すごいって。そうですね。うわ、来てる、近づいてる、来てる、そこにいるね、今ならそうだけど。取った、取った、で、捕らえた、捕らえた、いるって、そこ、うん、あそこもそうなんだ、北海道のトンネルね。そうじゃない、落とすなよって場所です。あ、大丈夫。そう、はい、メロンさんこんばんはね、いらっしゃい。なんで、どうなのかわかんないな。お城もあんだ、人柱多いんだ。タクシーも多いんじゃないですか。そう、なんかあんだろうね、ここね。なんか、うん、ゆりさん、でもさ、うん、これを、なんかここで幽霊を捕らえたっぽいんですけど、うん、すごいね、でかいね。これな、どこ、何を言ってんのかなって。こ、そこ、もしで、そこが人柱で、すげえ近づいてきちゃったんですよね。うん、でここになんかこう、渦巻いてるなんかあるよね、こういうタイプ、ね、なんかを捉えてるみたいです。ダメ、うん、最新型はそう、そうですね。すごいよね。くっきりは映ってないですけど、なんかこう、うん、こう、こう埼玉県の。で、身投げとかが。姿の池っての？姿の池ですね。ここ？埼玉県じゃないよね、ここ。これ埼玉県じゃない。埼玉県じゃないね。うん。そうそうそう。そう、やばいぞ、これ。取れたてだね。人柱かわいそうだね。そう、はい、こんばんは、ひろゆきだね、こんばんは。どういった、埼玉県じゃないよ、うん、だから言ったじゃん、長野県だって、うん、そう、すごい今、長野県の軽井沢にいます。軽井沢、そう、さっき言ったじゃん、軽井沢って。なんてところ、ここはね、上田のね、人柱伝説のあるあの場所ですね。言っちゃった、やべ。あ、半田さんいらっしゃいと思うね。その場所です、上田の。調べてください、人柱伝説。小田さんこんばんはね。まかりさんこんばんはね。今日ヤバそうなところですね。そう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 。探知機も。なんか今、え？ふーって言った。探知機も測ってみよう。なんか今、うんって聞こえたよね。そう、今なんかうんって聞こえた。はい、スイさんこんばんはね。そんなこと僕がおらん、ボロ出すと思いますよ、今軽井沢とか言って。甘いな、皆さんに。ね、バケタンは、ロウさんの声じゃない、今来ました。はい、テンさんこんばんは、どうもね。大竹駅、
半月真っ赤。あ、そうだ、あれさっきのね、なんか光ってたのかな、そこ。あ、でも結構高いって、まあ、いいの低いかな。さっきのあっちの方が高くなった。長かったね。うん。チリンチリンって。いや、まあ自分の元のあの心霊探知機も作動させてるんだけど。うん。二人しかいない。まあ一応写真撮ってます。ズバクレって書いてあるわ。うん。やべ。で、ちなみに、ね、さっきの配送、皆さん、ちょっと見せてあげましょうか、写真を。一番怖かったのはライダースーツ。ああ、怖かったですね、それ。これね、めっちゃ怖いんですけど、ほら。超怖かったですよ。これ、いきなり外から見たら、これ釣ってるように見えるんですよ。怖いでしょ、これ。配送の、もう配送釣っても1軒しか家がなくて。そう、ないんだけどね。これ怖かったよね。これは怖かったですね。ね。うん。だって外から見たら首吊ってるように見えてて、そうやばーと思って。やばいですよね、こんな発見してる、うん、いや、これやばいでしょね。はい、鶴さん、こんばん。なんか落としたよね。あれ今落としたよね。誰かいますか。います、誰か。なんか落としたけど行ったよね。あ、危ない危ない。あ、危ないですよ。何気に行けば、こっち痛いんだよね、足。なんかいるのかな。びっくりでしょ。いや、焦ったよ。お、やべえ、首つってると思ったもん。います。ちょっと大事に保管、危ないから。危ないから、なくしたらやばいかね。そうそう、やばそうでしょ。そうだ、あんま言ってね、なんかあるからその辺までね。そう、じゃあ次の場所行きますか、これでね。次はもうかなりヤバいところです。くるくる電源入れ直した。マジ？なんか落ちてる。布だね。あ、シャツ？シャツ？なんだろうこれ。なんだろうね。頭痛い。大丈夫？痛い。離れよう。ダメだ、俺。電池大丈夫。最近なんか疲れやすい、なんか。ね。そうそう、なんかやばそう。なんか行くよ。なんか行くよ。